スティクソサウルススティクソサウルスは、カンザスの白亜紀後期の地層から発見された、エラスモサウルス科の主張流の属の一つである。UA サイクルスティクソサウルスは、大型主張流で、白亜紀後期のエラスモサウルス類と呼ばれるグループに属する種類の一つである。エラスモサウルス類は短くとも、全長の半分ほどの長い首が特徴で、60から72個の頸椎を持っていた。 スティクソサウルスは約11から12メートルの全長で、その半分は5.25メートルの首である。尖った葉は他の主張流類と同じく塩水型で噛み切るよりも捉えることに特化しており、獲物は丸飲みにしたと考えられる。彼らの天敵は最も眠毛な海の怪物、鋭い葉をしたサメのクレトキシリナやモササウルス科の 巨大なティロサウルスなどだったと考えられている。スティクソサウルスは二組のヒレ足を持っていた。現代のアザラシやアシカと同じように、ヒレ足を八の字に動かして水中を泳いでいた。彼らの腹部の化石と一緒に遺跡と呼ばれる石が数百個発見されることがある。この石は消化を助けるため、あるいは泳ぐ時の安定性を得るために飲み込んでいたものと推測されている。 エスブラウニーの頭骨スティクソサウルススノーイーは、エラスモサウルス科に分類され、エラスモサウルスプラティウルスに起源である。スティクソサウルススノーイーは記載当初、キモリアサウルス属に含められキモリアサウルススノーイーと呼ばれたのである。その標本は完全な頭骨と20個以上の頚椎で構成されるのである。カンザスのヘルクリークの近くで1890年に、 ジャッジ・ウィリストンによって発見されたものである。あとの1906年にエラスモサウルス・スノーイーと解明され、1943年にスティクソサウルスになった。第2の種、スティクソサウルス・ブローには、1952年に記載されたが、1999年にヒドラルモサウルスのシノニムとなり、現在その名は使われていないのである。ありがとうございます。